ディレクターの皆さん、ごきげんよう。ジュナです。このチャンネルは様々なカルチャーの例えと闇の横人で繋いでいく映画の家族の皆さんのためのチャンネルです。20世紀、今からちょうど100年ほど前、歴史の陰に忘れ去られていたある奇妙な絵が再発見されました。暗闇に青白く浮かび上がる彫像たち、異様で不気味な建物、炎に包まれ崩壊する街、爆破される列柱、殺し合い逃げ惑う虫けらのように猥琐な人々、それはまさに陰惨なカタストロフのパノラマ。想像と破壊、まるで全能な神の残酷な気まぐれ、それをキャンパスの上で思うがままに司った破滅の指揮者の名前をモス・デジデリオと言います。一体なぜこんな絵が描かれたんでしょうか。モス・デジデリオとは一体何者なんでしょうか。世紀末の香りを求めてやまない大変趣味な皆様へ、本日は長い忘却の影から再び蘇ったこの謎に包まれた幻想画家についてご紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。では、はじめに、このモンス・デジデリオという名前を初めて聞いた方へ向けて、そして、この暗黒の幻想絵画をより楽しむために、まずは基礎知識的な概要からお話ししていきます。このモンス・デジデリオという人物、活躍したのは17世紀の初め頃となります。まあ、日本ではちょうど、徳川家康が江戸幕府を建てて、江戸時代に突入したくらいの時代ですが、西洋ではバロックの時代に当たります。でもまあ、そんな美術用語出されてもわけわかめだと思いますので、もうちょっと具体的を見てみましょう。音楽だとバッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディが活躍しています。建築ではあのベルサイユ宮殿が竣工しています。あとサンピエトロ寺院とかもこの頃に竣工しているんですね。まあこっちに関してはですね、120年かけて完成しているので、様式としてはちょっと前時代のルネサンスの色の方が強いかなと思うんですけど、絵画ではですね、カラバッチョ、ルーベス、ベラスケス、レンブラント、フェルメール、もう皆さん一度はもう見たり聞いたりしたことあると思います。誰もが知ってるようなすごい画家がもう並んでいます。ざっくりとですね、まあそんなイメージの時代なんですね。しかしですよ、今さっき挙げたような名前を皆さんが聞いたことがある、知っているというのは、ある程度資料が残ってるとか、後年の人がちゃんと評価して本とか書いてきたおかげで忘れ去られることなく現在まで名声が続いているということなんですよね。それが今回のデジデリオという画家は資料が非常に乏しく、アカデミックな評価をずっとされてこなかった。故に20世紀に入るまでずっと忘れ去られていたんですね。1920、30年代にですね、フランスのエッセイで、なんか謎の画家がおるぞ、と、ちらっと名前は出たりしてたらしいんですけども、それがですよ、いや、とんでもない画家おるやん、と、美術史の文脈で爆裂評価されたのが、1950年代。このモンス・デジデリオを高く評価した人が2人いましてですね、1人目は、もうそろそろ私のチャンネルではお馴染みになってきましたね。アンドレ・ブルトなんですね。彼については過去のアンダルシアの犬や百頭女を特集した動画の中ですでに詳しく語っていますが、1920、30年代に起こったシュルレアリスム、まあシュールという言葉のね、語源になっていますけども、そのムーブメントの、まあ、リーダーというか、まあ、先導者みたいな人なんですね。で、彼が1957年に書いた、こちらですね、魔術的芸術という本の中でですね、デジデリオの名前を出してるんですね。この本は岩谷邦夫先生が翻訳されててですね、川出処方新書で読めるんですけど、ただこれが書かれた時点ではですね、やっぱそのデジデリオに関する情報っていうのはほとんどなかったみたいで、ブルトンはより良い解明が待ち望まれているとしてさらっと名前を出してるだけなんですね。そしてもう一人、同年にこのデジデリオを絶賛した人がですね、グスタフ・ルネ・ホッケという、まあこの人はドイツのね、まあ美術とか文化史とかの研究者の人なんですが、彼のですね、迷宮としての世界という著書がありまして、岩波文庫だとこちらの下巻に収録されています。モンス・デジデリオの秘密という説でですね、このホッケという人をデジデリオシェイクスピア時代の超現実主義者と高く評価してるんですね。まあどういうことかっていうと、このデジデリオという人はですね、ちょうどシェイクスピアと、同時代の人なんですね。超現実主義とはつまりシュルレアリスムのことですよね。つまり1920年代30年代頃のシュルレアリスムっぽいことを、それよりも300年以上前のシェイクスピアの時代にやっちゃってるっていうですね、そういう評価をしてるんですね。さて、そして1950年代頃からヨーロッパではデジデリオの復権というのが叫ばれていたわけですが、そうした流れを受けて日本でもある人物がですね、このデジデリオの名前を輸入して紹介してくれます。この日本で初めてデジデリオの名前を紹介した人物、一体誰だと思いますか？
こういう異端とか大概的な芸術を日本で広めまくった大先生といえばやっぱりあの人です。そうですね、渋沢達彦ですね。誰だそれみたいな方はですね、もう構図化は必修の人物ですので、こちらの動画でねすでに詳しくご紹介していますので、ぜひご参照ください。でこの渋沢氏がですね、1965年崩壊の画家モンス・ティジデリオと題したエッセイが日本の雑誌に掲載されたのが日本における初めてのデジデリオの紹介となりました。これは河原書房新書から出てる幻想の画廊からで読めるんですけども、ここで渋沢氏はですね、幽霊が人間の廃墟だとすれば、こうした廃墟はいわば建物の幽霊とでも言うべきものだろうとデジデリオ大変の画家、世界の終わりの画家と評価しています。そんなこんなで歴史の暗がりから蘇り、高尚な先人たちの尽力によってですね、この日本という東の果てまでも名前が伝わったデジデリオですが、それでは次にその異様な幻想絵画一体どういうものなのか詳しく見ていきたいと思います。モンス・デジデリオの最大の特徴は3つ。幻の建築、その崩落、そして人の矮小さ。ということで、ここからこの3つのポイントに着目しながら実際に絵を見ていきたいと思います。1つ目、幻の建築。デジデリオの絵画の何よりもの特徴といえば、絵の主人公が巨大な建築物であるということなんですが、この描かれている建築物、すべて現実にあるものではないんですね。例えばこのエジプトへの飛行、イエス・キリストが生まれた後ですね、あの王様のヘロデという人が、自分の地位が脅かされるのを恐れてですね、国中の赤ちゃんを殺害しようと命じるんですね。そこでお父さんのヨセフとお母さんのマリアがですね、イエスを抱えてエジプトへ逃げているというワンシーンなんですが、建物を見てください。めちゃくちゃ変じゃないですか。まずこの辺見てもらっていいですか。高校の時にドーリア式、イオニア式、コリント式みたいな柱の種類覚えさせられませんでしたかね。あのこれはね、あの上にこうアカンサスの葉っぱのね、あの装飾があって、ちょっとコリント式の柱っぽく見えるんですけど、後ろのこれはまあまだわかるんですけど、問題はここなんですよ。何なんだこれは。全然あの建築物としての機能を成してないんですよね。かろうじてあのルネサンス時代のあのテンピエットっていうあの礼拝堂なんですけど、とか、あとこれあのヨーロッパのお庭にあるね、まあ装飾用の建物なんですけど、まあこれらにギリに見えなくもないんですけど、ただこれもこれもですね、あの後年のヨーロッパ人が古代ローマってかっこよくねって作った、まああのパチモンローマみたいなもんなので、一見ローマ的には見えるんですけども、あの正確な古代ローマのなんですかね、こうデザインというか建築物とは全然別物なんですね。彫刻もようわからんですね。なんかこう女性の彫像かなと思うんですけども、なんか服装が変ですよね。さらにこっちの古代ローマ風に対して、こっちはゴシック建築なんです。ゴシック建築とは、まあ、12世紀半ば頃ですかね、フランスを中心に花開いた、建築様式で、あの、ケルン大聖堂とか、あと、ノートルダム寺院とかがすごい、その代表作として有名なんですけど、バラ窓とか、ランセット窓、これ上がこう、先頭アーチになっている特徴的な窓ですね、とか、あと、まあ、尖ったこのゲーブルの部分、こういうところまさにゴシック的だなと思うんですけど、ゴシック建築って基本的には、キリスト教の教会の建築様式なんですね。だから建物も結構大規模なものが多くてですね。いや、ちっちゃくない？入り口がまたこう、ローマ風の彫刻で塞がれてもなんか、スケール感バグらせますよね。邪魔だねー。さらに究極わけわからんのは、この塔。階段とか窓っぽいのが見えるので、なんか中に入れそうな気はするんですけど、なんか柱のようにも見えますよね。ただ塔にしても柱にしてもですね、こんなあの壁面に彫刻がびっしり貼り付いてるのが変。だから好きなんだけどね。このポーズとかはですね、なんか持ち送りにあったらまだ納得できるんですけど、持ち送りっていうのは上のこう重量を支えるようなこう装飾というかまあ部分なわけなんですよね。この彫刻何の重みも支えてないじゃないですか。みたいな感じでですね、そのよくよく見てみると、デジデリオの絵画の中にある建物というのは、時代とか場所とか、点々バラバラな要素を組み合わせた、完全にキメラのような建物になっているということがわかるんですね。このような絵画は一般的にカプリッチョというふうに呼ばれます。架空の建物や景色を描いた絵のことで、すごくこう、非現実的なスケール感とか、緻密な装飾っていうのを特徴とするんですが、このカプリッチョは17世紀半ば頃から人気を博していくんですね。つまりですよ、デジデリオってカプリッチョのパイオニアなんですね。完全に忘れられてたけど、
まあ、一方忘れ去ることなかったですね、カプリッチョのパイオニアとして知られている人としては、アレッサンドロ・サルッチとか、あとビビアーノ・コダッチなんかが、知られてるんですが、どうですか？あんまり面白くなくないですか？全然おもろない、こんなん。やっぱデジデリオが一番自由に奔放に架空の建築っていうのを書いてませんか？この突き抜け方がすごい！二つ目、廃墟と崩壊。先ほどのこちらの絵もですね、こう柱が折れてたり、くさむしたりして、廃墟であるっていうことはまあ一目瞭然の絵だとは思うんですが、こちらの絵をご覧いただきたいんですね。こちらはもう今まさに崩れている状態なんですね。こちらはモンスターデジデリオの画集なんですけども、こちらに解説文を寄せている谷川敦史さんという方がですね、自身の著書、廃墟の美学を引用して、廃墟とは英語でルインって言いますよね。このルインというのはラテン語の名詞だとルイーナ、動詞だとルエーレというものが語源になっているんですが、このルエーレという動詞はですね、崩壊するとか没落するっていう意味の単語なんです。つまり日本語で廃墟といった場合、もう朽ちてしまった後みたいな、なんかこう性的なイメージあると思うんですけど、ラテン語圏のルインには破滅や災害のような今まさに崩壊していっているという動的なイメージがあるというふうに谷川さんは指摘されているんですね。デジデリオの絵はそういう意味ではラテン語圏における本当の意味での廃墟の画家であり、日本語で言うなれば廃墟の画家以上に崩壊の画家だということができるかもしれないんですね。こちらはこの画集のね、表紙にもなっているデジデリオの絵の中で一番有名かなと思う絵なんですけども、もうこれに至っては爆破されてるんですね。まあ、これはアサっていう、ユダヤの国の王様がですね、異教の神のこう偶像を破壊しまくって国に平和をもたらしたみたいなこう旧約聖書のお話があって、それを元にした絵だと思うんですけど、柱は確かにローマ風ではあるんですけども、こういうとことかですね、めちゃくちゃゴシック建築なんですよね。ゴシック建築とはキリスト教の教会の建築だというふうに言いましたよね。つまりこの神殿ですね、元からローマ神話とキリスト教が同居しているという、破壊する前から全然意味わからんやみたいな感じになってるんですけど、こちらに至ってはもう街ごと滅亡の最中ですね。これはソドムとゴモラというですね、まあ、住民がこう肉欲にふけて、堕落していたので神に滅ぼされたという、旧約聖書に出てくる街なんですけども、ただの静かで美しい廃墟のみならず、今まさに崩壊し滅びようとしている、そんなドラマを多々描いているのもまたデジデリオの特徴であり、奇妙なところなんですね。最後に3つ目、猥小な人々。ここまで紹介してきた絵画全てに言えることなんですが、デジデリオの絵に登場する人物はですね、みんな新築林で存在感がまるでない。こちらの絵はですね、もう私デジデリオの絵の中で一番暗くて一番好きです。油釜に投じられた福音記者ヨハネという絵なんですが、福音記者、まあ、エヴァンゲリストですね。聖ヨハネはですね、イエス・キリストが最も愛したと言われている12人の弟子の一人なんですけども、彼も他の聖人に漏れずですね、ローマ軍によって油が煮えたぎる釜に放り込まれたという迫害を受けたんですけども、神の加護によって、全く無傷で助かったというような伝説があるんですね。この絵はまさにその釜茹での刑の瞬間を描いているんですが、ヨハネどこにいるか分かります？ちょっとあまりに分かりづらいので、明度を上げさせていただきました。ここですね、ここぶち込まれかけてます。こちらはですね、同じ題材で、デジデリオと同じ17世紀に描かれた絵なんですけども、違いは一目瞭然ですよね。まず主題となっている人物は分かりやすく中央に配置されてますよね。そして一番はっきりと光が当たっています。建物はすごく暗く隅っこにあるので、あくまで背景だということが分かる構図になっていますよね。しかし、デジデリオの絵はですね、人が画面の下4分の1に追いやられていて、とにかく暗い。こうこうと明かりに照らされて巨大に描かれているのはむしろ建築物の方なんです。ここからもデジデリオの絵の主題は建物であり、決して人間ではないということがわかりますよね。こちらはですね、地獄の様子を描いた絵なんですけども、手前にいるのはですね、ちょっと二股っぽい槍を持ってるので、ギリシャ神話の冥府の神様であるハデスと、横にいるのはその奥さんのペルセポネかなと思うんですけども、ただこの二人、この絵は地獄を描いているんですよっていうことをわからせるためのですね、なんかあくまで印でしかないような、もうめちゃめちゃ小ささなんですよね。やっぱりその背後の建築物の方が主張がかなり強いですよね。そしてその後ろにですね、地上から落ちてくるこう人々の惨状というのが描かれてるんですが、小さい人がゴミのようだ。で、天井
上にですね、雲がかった、まあ、またそのローマ様式とゴシック様式がこう混ざったような美しい建物があるんですが、これが左を向いてますよね。これがですよ、この死体がぶら下がって死神の彫刻まで添えてある、この下の建物、これ右を向いてますよね。と、ちょうど斜めに向かい合ってるような構図になってるんですよ。この天国と地獄の対比を神様とか人じゃなく、建築物で表現してるんですね。デジテリオの絵では、人は虫けらのようでですね、超然とそびえ立つ異様な建物こそ主人公なんです。人間なんて美しい人工物の前にはね、邪魔でしかないですからね。そして、その奇妙でどこか不気味な建物が朽ちていったり、崩壊していくそのドラマ、それこそデジデリオの絵の最大の特徴であり、いやー、他にこんな画家いません。彼が唯一無二の画家である理由なんですね。では、そんなデカさんな絵画を人知れず残したモンスデジデリオでしたが、一体どんな人物だったのか、作者の謎に迫ってみたいと思います。実はこのモンスデジデリオ、一人の人物ではありません。少なくとも二人以上の人物による共同ペンネームだったことが分かっています。このモンスデジデリオのモンスとは、フランス語におけるムシュのですね、南イタリアなまりなんですね。まあ、イタリアにおいてフランス語を喋っていたり、あるいはフランス語なまりのある人に対して使われるそうなんですが、ムシュって英語におけるミスターとかサーみたいな男性への継承ですよね。つまりモンスデジデリオとは、デジデリオさんって言ってるんですね。じゃあこのデジデリオさん、一体誰だということですが、一人はですね、ディディエ・バッラという人物だったことが分かっています。この人物、フランスのメスという町で生まれ、19歳から20歳頃にですね、イタリアのナポリに移住したことが分かっています。だから要はこの人はフランス人なんですけども、フランス語圏でのディディエという名前はですね、イタリア語圏ではデジデリオとかデジデリウスという風に呼び方が変わるみたいなんですね。このディディエ・バッラの絵見てください。なんか普通の風景画じゃないです。こういう都市のね、景観の眺めみたいなのを描いた絵画はですね、ベドゥータといったりするんですけども、世紀末感の背の字もないですよね。だからくモンスデジデリオの正体はこのディディエ・バッラだという風に言われてたんですが、こんな感じでですね、ディディエ・バッラの画風とモンスデジデリオの画風を比べてみると、あまりに説明がつかないところがあったんですね。しかし、1950年に、イタリアである論文が発表されます。その論文によるとですね、モンスデジデリオの作品として伝えられている絵に、フランスのノームだの、フランスはノーメだの、あとなんかいろいろね、ちょっとバリエーションがあるらしいんですけど、ディディ・バッラとは明らかに別人のサインがあることが分かったんですね。まあ、この動画の中ではフランソワ・ド・ノーメと呼びますが、喋るとですね、このフランソワ・ド・ノーメもですね、ディディ・バッラと同じくフランスのメスの生まれで、何らかの事情でですね、8歳頃にはもう父母と引き離されてローマに移り住んでいたようなんですね。それからバルダザール・ラウワーズというですね、画家の工房で8年間修行した後、ナポリの方に移り住んだことが分かっています。で、そのナポリでですね、あのディディ・バッラと知り合い、同じ工房で共同で絵を描いていたみたいなんですね。なんですが、こちらの画集にも載ってるですね、まあ、もともと1995年に描かれた、谷川さんの解説文の中ではここまでしか言及されていないんですが、今現在でですね、もう一人協力していた画家がいたんじゃないかと言われています。しかしこの3人目の人物については全く素性が分かっています。つまりこのモンスデジデリオの悪夢のような絵とは、ベドゥータを得意としたディディエ・バッラの建築を描く技術に、フランス・ド・ノーメ、あるいはもう一人のデカダンな感性が合わさってできたものなんです。なぜこんなデカダンな絵が描かれたかについてはいろいろ言われています。ちょうどこの時期にですね、あのバニタス画というのが流行っててですね、まあこれはあの栄枯盛衰を、まあ、ニヒルに暗示するような絵なんですけども、本来はね、花だったり果物だったり、その生物を描くジャンルではあるんですが、まあそれを、景色でやって見せたんじゃないかとか。で、このバニタス画はですね、こういろいろ社会情勢とかを皮肉ったものでもあるんですけども、ルネ・ホッケはですね、こちらの、著書、迷宮都市の世界の中で社会への不安が現れてるんじゃなくて、フランソワ・ド・ノーメの個人的な絶望とか、誘問が現れているというふうに言っています。またですね、このフランソワ・ド・ノーメが統合失調症だったんじゃないかと、それでこんなあのビジョネイルと言うべきですね、絵画を描いたんじゃないかという指摘もあるんですが、確かにね、ちょっとこう変質的なところはあるかもしれないんですけど、さすがにちょっと精神病はないんじゃないかなと思います。当時の画家というのはそのアーティストみたいな感じじゃなくって、職人といった方が近くてですね、絵画というのは基本的に自分で自由な心情を描くみたいなものじゃなくて、教会だったり貴族だったり、まあお金持ちだったり、そういう人からのオーダーを受けて
作るものだったんですね。でこのフランソワ・ノーメンもね、まあ、それなりに工房でちゃんと仕事をしていたようなので、精神を病んでしまったけど、それによって見えるこう世界とか心情とかを絵にこう昇華させるみたいな、そういう感じとはまたちょっと違うかなと思うんですね。でもじゃあさらにはこんな絵一体誰がオーダーしたのみたいな疑問も浮かんでくるんですよね。ディディエ・バッラー、そして特にフランソワ・ノーメンのですね、まあ手記などが残っているわけではないので、なぜこんな世紀末の匂い漂う大敗的な絵画が描かれたのか、なぜここまで幻の建築に固執したのか、その動機の謎は未だに歴史の影に隠れたままです。それはさながら草木にうつもれた廃墟のように。ということで、以上破滅と崩壊の画家ムース・デジデリオのご紹介でございました。私個人はですね、このデジデリオの絵に非常に癒しを感じるんですね。建物のデザインは確かに悪趣味ではあるんですが、こうすごく緻密に描かれていてロマンがあるし、あとやっぱりシュルレアリスティックな面白さもありますし、一方の人間はまるでウジ虫のような小ささでですね、勝手にこう逃げ戻ったり死滅したりしてるので、絵を見てる側のですね、幻想世界の没入っていうのを邪魔しないんですよね。なんでしょうかね、こうカタストロフィーによってもたらされるカタルシスのようなですね、浄化作用みたいなのがあるんですよね。で、まあこれは私個人の妄想に過ぎないんですけど、このフランソワ・ノーメという人ですね、8歳の時点でこう父母とは何らかの事情で別に暮らしているんですよね。やっぱりすごい孤独感とかあって、まあもちろん工房に勤めてる以上ですね、その注文主の注文通りに書かないといけないっていうのはあるんですけど、その子ギリギリを攻めてですね、こういう空想の世界を描いて心の平穏を保ってたりしたのかなとか、そしてまた画面の暗さがですね、彼の憂鬱みたいなものを物語ってるような気もしたりして、個人的にはデジデリオ、特にこのフランソワ・ノーメという人物にですね、なんかすごいシンパシーを覚えたりするんですよね。で今現在ですね、こちらのエディショントレビルから出てる画集が、絵と解説文ともに日本語で読める唯一の書籍となっています。これ元はですね、1995年にピナコテがトレビルシリーズとして、こう板の画家を1冊ずつ紹介する、10冊揃いの画集シリーズがありまして、そのうちの第1回目がこのデジデリオ特集だったらしいんですけども、こちらはそのピナコテがトレビルシリーズ第1回目を2009年に復刻したバージョンになります。解説文はですね、こういう幻想芸術みたいな、大敗芸術みたいな、非常にお詳しい谷川敦さんが書かれてるんですが、これはですね、彼のこちらですね、著書廃墟の美学の第2章モンスデジデリオあるいは建築の狂気とタイトルしてですね、ちょっと過筆した形でそのまま掲載されていますので、まあ、ちょっとなかなかこっちが手に入らないなという方はですね、まあ、先にこっちを読んでみるのもありかなと思います。ということで、このチャンネルではこんな感じで様々な暗く、惜しく、美しいカルチャーを紹介したり、解説したりしておりますので、面白かった、ためになったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また、サブチャンネルではゆるい日常動画を、ケイドルセ41番地というブログではエッセイを、Twitter や Instagram、TikTok といった SNS もやっておりますので、合わせてフォローチェックいただければ幸いです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。